本記事のバスカードは、栃木県宇都宮市周辺を発着する路線バスで使用されていた、時期式乗車カードである。制度上は、回数乗車券の位置づけにある。バスカード取扱者表示のあるバス1993年6月1日に、関東自動車がバスカードを導入した。その8年後の2001年10月1日に、東の交通と JR バス関東にも、 利用範囲を拡大して共通利用ができるようになった。導入当初から乗降方法が前乗り、前振りであった関東自動車の方式を踏襲したため、一度中乗り、前降りに変更した JR バス関東はバスカード導入で再び前乗り、前降りに戻している。またバスカードの共通化に合わせて、それまで会社ごとに分散していた停留所ポールを一本にまとめたり、 一箇所で二つある定流所名を一つに統一したり、競合路線におけるクローズドドアシステムを改めるなど、利用者本位の施策を打ち出している。上記の三社で使用できたことから、三社共通バスカードの相性があった。地域連携 IC カード等とら導入に伴う、社内聞き取り替え期間のため、バスカードは2020年11月30日で販売を終了し、 2021年1月4日をもって利用終了した。利用終了日以降はバス会社窓口にて残金販売額額面額を計算した上で無手数料で払い戻しを行っている。図柄は共通デザインのほか公共施設の開設記念的な図柄も存在した。関東自動車単独で発売していたカードも3社で利用可能である。 JR バス関東及び東の交通個別の図柄はない。ありがとうございます。